皆さんこんにちは。今いろいろコロナのことで気になっている人がいっぱいはおるんですけど、世の中世間ではいろんなメッセージがあるんですけど、そのメッセージね、今までこのみんながわーわーちょっとね、どうしようどうしようとかね、そういう世界で持っていってるんですけど、それよりね、一番重要なことが何でしょうか？免疫強くすることですよ。免疫強くするためにはどういうことですか？するければいらないもの、まず食べれないもの、食べないことが一番免疫強くすること。自分の体で合ってるもの、五臓六腑が要求するもの食べながら免疫強くする。そしてこのまあいっぱいあるじゃないですか、ブロッコリーとかいろんなものいっぱいあるんですけれど、ニンニクもいろんなアレンジして食べるようにしましょう。それでこのもう一つは、このウイルスは一旦この発生した場合はその消えることはめったに難しいですよ。例えば鳥インフルエンザが流行ってる今十数年になっておりますね。今もじっと鳥インフルエンザがじっと続いているんですけれど、このコロナレベル1、レベル2、レベル3、全部これからで、何しか続けていくんです。このことがありますので、皆様はね、免疫強くしましょう。これ以上ね、返事がないんです。免疫強くするものが何ですか？水分たくさん取りましょう。老化予防全部できますので、その代わりに水分と純粋な、本当の、ミネラル取りながら免疫強くするしかないんですよ。他の方は見えません。だから本当に1日解毒するためには 1.5 リット、1.8 リット水飲みながら免疫強くすることが第一番重要なことですから、他の薬よりこれが大切なことですよ。例えばビタミン C 食べるんだ、それ運び出せるね、ミネラルが必要ですよ。そのミネラルが何ですか？するければ一番純粋な塩分です。 NCE ね、それそのものと、次は必要なこのミネラルが体の中に入らないと老化しやすいし、老化することがなんかこのシミがシワができたり何ですか、こういうことはどんどん水分が足らないんですよ。老人の年寄りの人たち見ても、肌が綺麗こうね、本当にシワがない人は水分たくさん取りますので、皆さん、このミネラルお水飲みながら免疫強くしましょうね。その後まだ伝えますのでよろしくお願いします。